28日午後、大阪府豊中市の商店街で火災が起きました。28日午後1時半ごろ、豊中市庄内西町の商店街にあるコロッケ店で、煙が出ていると消防に通報がありました。コロッケ店はアーケードのある商店街にあり、他の店舗にも延焼しました。現場は阪急宝塚庄内駅の駅前から西に伸びる商店街で、阪急電鉄によりますと、この火災で沿線の阪急宝塚線は三国庄内間で徐行運転するなど影響が出ました。